年の宮愛子内親王殿下お誕生日おめでとうございます。はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。僭越ながらこの私も12月1日生まれ、年の宮様がお生まれになる前は正直言って目立ったことのない日でした。ニュースやワイドショーを見ても今日から師走ですね、なんだか1年が早いですね、なんてね、なんだかんだと残念がられる日、それが12月1日でした。そんな12月1日、結果的に昭和最後の12月1日となった、昭和63年、西暦でいう1988年、あの WHO が毎年12月1日を世界エイズデーと制定しました。当時このエイズに対しては誤解と偏見に満ち、満ち満ちに満ち溢れていたのですが、その誤解と偏見を拡散していた、その一翼を担っていたのはニュースやワイドショーです。私には当時のマスコミ報道と今の新型コロコロニュータイプの報道が見事に重なって見えて仕方がないんです。かくいうこの私も偏見がなかったわけではありません。ただ私の高校の同級生には血友病を抱えている者がおりました。そして彼とはその後足掛け3年ほど一緒にバンド活動をするようになりました。文字通り汗水垂らしてやっていたので偏見なんてどっかに行っちゃいました。なお血友病については社会福祉法人羽ばたき事業団のサイトにこうあります。日本には約5000人の血友病患者がいます。血友病とは止血に必要な凝固因子が不足しているため出血した場合に止まりにくい病気のことで、不足している凝固因子によって血友病 A、血友病 B に分類されます。出血した場合の治療に用いられるのが血液、製剤です。この血液製剤がいわゆる薬害エイズを生み出しました。だから本来は別物だったんですが、これがぐちゃぐちゃになって当時伝えられていたんです。だから実際この同級生と一緒にねバンドを組んだりとかして仲良くなる前に、他の同級生から、彼についての悪口的なみたいなぽいものを耳にしたことがあります。当時はテッテレッテレッテでおなじみのウィークエンダーを筆頭にテレビ朝日のトゥナイト2などなど、夜のワイドショーもありまして、どの番組誰が言ったかっていうことはさすがに覚えてはいないんですが、偏見と誤解が盛大に拡散されていたという疑惑がズドバーン。昭和が終わり平成を迎えるあたりというのは Google 先生がいなかったので、情報の断片を集めてつなぎ合わせていくしかありませんでした。ただそうして集めた情報と、あとは同級生からの実際のリアルな情報を得てみると、ニュースやワイドショーが怖いよ、おっかないよと脅かすほどのものではない、つまりは正しく恐れるものだというのが経験則からの私の理解となりました。そしてこれは結果論としてなのですが、この新型コロコロニュータイプにおいて、その時の HIV とかの理解が今役に立っていますから、人生何が役に立つか分かったもんでもありません。というのもこれも語弊を恐れずに言うのであれば、 HIV とエイズの関係です。北海道 HIV エイズセンターのサイトにはこうあります。HIV とは人免疫不全ウイルスの頭文字を取ったもので、ウイルスの名前です。一方エイズとは後天性免疫不全症候群の略称で、 HIV に感染した人が免疫力の低下によって表1に示す23の合併症のいずれかを発症した状態のことを言います。一個略しまして、つまり HIV はエイズの原因となるウイルスの名前で、エイズは HIV によって引き起こされる病気の総称です。新型コロコロニュータイプで言えば、変異株であるアルファだとかデルタ、今最新トレンド赤丸急上昇中のオミクロンなどがウイルスの名前です。そして発症した時のコホンコホンとかお熱が出ただとか、血栓ができちゃっただとか肺炎になっちゃっただとか、これが病です。あくまでこれらは一般的な理解に過ぎません。ところがニュースやワイドショーの報道をざっくりと言えば、ウイルスイコール毒、ウイルスイコール毒的なみたいなっぽい取り扱いが目に余ります。だからもはや彼らには確信犯である疑惑が
ドボ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 ド。もはやこれニュースやワイドショーだけではなく、マスコミの皆さん、しかもワールドワイドなマスコミの皆さん全部の話となります。令和3年11月29日の産経新聞はオミクロンについて次の見出しで伝えておりました。オミクロン株悪いところ総取り、専門家指摘。そしてその専門家の指摘を紹介します。オミクロン株は人の細胞への感染の足がかりとなる突起状のスパイクタンパク質に約30箇所の変異を持つ。これまで検出された変異株の中で最も多様な変異がある。世界中で広まったデルタ株やアルファ株などの特徴である K417N、T478K、N501Y などの変異があり、東京農工大の水谷哲也教授、過去ウイルス学の専攻ですね、は、これまでの主要な変異株の悪いところを総取りしたような変異株だと指摘する。だが、ちょっと待ってほしい。というのはその次の行にこうあるからです。ただ、詳しい性質は明らかになっていない。だって、変異株の特徴を詰め合わせした、まあ、アソート状態になっているとはいえ、それが人類に対して、ヒューマンに対して、どう悪いところの総取りになるのか。そこの明確な説明は記事に一切合切。なかった、なかった。なぜだの、でした。さらに産経新聞の記事の前日、朝日新聞はこんな見出しの記事を出しておりました。オミクロン株、未知数ならど震える世界、危機再来を懸念。この驚々しいタイトルの朝日新聞の記事で、こちら有料版になっておりますが、無料公開部分にはこうあります。しかし、まだ分かっていないことも多い。ん？白がこう言ってます。分からんのかーい。つまり、産経の記事にしても朝日の記事にしても、先祖怖いよ、おっかないよと脅かしておきながら、まだ分かっていないということで、いのがれをしているということになって、その目的は、読者の皆さん、怖いよ、おっかないよという恐怖の煽り運転だということになるのではないでしょうか。そもそもウイルスとは、まあ、生物かどうか、これも学者さんや定義によって変わると言われております。ただ、宿主と書く宿主である人間の中で増えた株だけ、次の宿主に移動する可能性を持っているということです。結果、人間の中に入りやすい株だけが残っていくんです。そしてその結果論をもって感染力が高まったかのように見えるという話です。同時に、ジャックダークこと弱毒化するというのがウイルス学の一般的な理解です。なぜなら、重症化もそうなんですが、コホンコホンと発症する、この確率が高い株が残れば、宿主である人間の行動は、とことこと、あ、いけないな、今日休んどこうって制限されますので、ウイルスちゃんも結果的に移動できなくなっちゃうんです。だから、ウイルスというのは感染を繰り返せば繰り返すほど、だんだん弱いというか、症状が出なくなる方向の株だけが残っていく。まあ、このように考えられているんです。実際に最新トレンドオミクロンにしても南アフリカの当局は無症状の人が多いんだよねと報告しております。ところが令和3年11月29日の TBS の夕方のニュース風情報バラエティ番組ラブスター、あ、違った、内容はそんな感じなんですけど、一応番組名は N スタ。 TBS の井上貴博アナウンサーは専門家として TBS に呼ばれていた国際医療福祉大学の松本哲也先生に弱毒化の可能性はと尋ねてみました。なお TBS 井上貴博アナウンサーは読み上げる原稿の時はよっこいしょと脇に置いて、フリートークだとかフリーな質問の時にはどうやらこの新型コロコロニュータイプの本当のところお気づきのようではあります。そんな発言を節々に確認しております。はてさて、この弱毒化について尋ねられた松本哲也先生、弱毒化するという可能性もあるとした上で、その反対、今時に言うなら、真逆的なみたいなっぽい感じで、重症化することもあると、弱毒化を否定してみせました。白がこう言ってます。可能性。はい、現時点においての始まりの時を、一昨年、ジ・オリジンの地での12月からだとすると、もう2年の月日が流れております。ただ、この間、強毒化したというエビデンスはないでやんす。話です。そこで可能性を唯一の論拠として語るのであれば、
明日いい時期が降ってくるなんてね、可能性だって、可能性ならばゼロにはなりません。つまりこうしたニュースやワイドショーでご活躍なされている専門家の発言を一つ一つ見ていくと、やはり恐怖を煽っているんではないかという疑惑が。チェタガーン。ワールドワイドのマスコミの皆さんは変異株が出るたびに恐怖を煽っておられます。今年の6月になりますが、デルタ株がオーストラリアで流行り出した、大変だ大変だって、その時すれ違っただけで感染する敵だみたいなっぽいお話がニュースやワイドショーを騒がせておりました。さらに遡れば、昨年の3月から4月にかけて iPS 細胞でおなじみの山中伸弥先生がえっほえっほとジョギングしたその後方数メートルにわたり飛沫キラキラになって感染リスクが高いよなんてね、お話をニュースやワイドショーは怖いよおっかないよと報じ続けておりました。今なおの最新トレンドでいくと、オミクロンにおいてホテルの部屋の向かいさん同士が片っぽかかっていて片っぽかかってなかったのに扉の開け閉めで空気感染ふゆふゆふゆってめっかっちゃったになったなんて大騒ぎしております。もちろん分からないことだらけの中の結果的な誤報を咎めはしません。しかし結果的誤報になったのであれば、カクカクしかじかで先日の放送は間違っていました的なみたいなっぽい。謝罪はともかく訂正報道をしていない。これがナウのニュースやワイドショー。これは残念ながらワールドワイドなマスコミの皆さんの現実です。その一方で、ウイルスそのものがすなわち毒というような報道を繰り返している。これがあのかつての HIV で誤解と偏見を生み出したあの時の報道にそっくりなんです。しかし今はネットがあります。あれだけ国民全員 PCR 検査を主張してきたテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーの皆様大好きなテレビ朝日の社員さんが近頃ワクチンに乗り換えた、手のひらを返したと、ネットの皆さんが盛大に批判していると情報サイト毎日さんは次の見出しで伝えております。モーニングショー社員さんに大ブーイング、急に手のひら返し。このモーニングショーのご都合主義の話がツイッターで盛大に批判されているのは、これまた事実です。そして毎日さんはテレビ誌ライターの解説を紹介してくれておりました。モーニングショーは現在も同時間帯でトップの視聴率を誇っていますが、それは表向きの話。実際 F1 層、20歳から34歳の女性はかなり落ち込んでいます。視聴率を支えているのは高齢者ばかりで、特に若い女性は離れているのが現実です。そりゃテレビをつけるたびに、皆様大好きな社員さんが連日口角泡を飛ばし、政府批判ばかりしていたら嫌気もさすでしょう。視聴率を支えているのはコロコロ関連情報でしょうね。このまま感染が収束していけば、比例して視聴率も下がっていくのではないでしょうか。世界エイズデーが制定された時代とは違い、ネットで SNS で検証される時代、報道の煽り運転は批判されるということです。そしてそれが確実に嫌われる努力になっているということではないでしょうか。そしてその果てに日本のワイドショーが消えた消えたやったー。なお読売新聞によれば、国の研究機関が HIV ウイルスを消えた消えたやったーとするワクチンの実験に成功したとありました。いよいよもって人類が少しずつ歩みを進めているのかなと、年の宮様のお誕生日に心嬉しくなる今日この頃でございます。私もこの日を迎えてエリア51となりました。人生100年時代とはいえ、もう折り返しちゃったということです。これからもよろしくお願いします。というわけで、みんなで情報を持ち寄って頑張っていきまっしょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガの方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
太鼓安倍晋三完全勝利説というものが出ながらにモルゲストよって答えたんで、モルゲストよかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。最後の最後まで番組をご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんじゃんけんじゃんけんパー。私がパーなのでチョキを出したあなた、サインはブイ、おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、お手手のシワとシワを合わせて幸せ。そしてグーを出したあなた、頑張る。それでは本当のバイバイ。